東京マーケットワイド東証アローズからお送りしております。この時間はゲストの方にお越しいただいてお話を伺います。本日東証マザーズへ新規上場されました証券コード4165株式会社プレイド代表取締役 CEO の倉橋健太さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。上場おめでとうございます。ありがとうございます。はい、早速ですが株式会社プレイドの事業の概要につきまして、社長からお話しいただけますか。はい、弊社プレイドですね、カルテという、データ活用マーケティング支援のですね、クラウドのソフトウェアを提供する会社です。現在ですね、企業およびそのサービスとユーザーはですね、非常にさまざまなタッチポイント接点で結ばれていると思うんですが、その接点をにおけるですね、ユーザーの体験を少しでも良くするためのデータ活用およびそのためのテクノロジーの提供、そういったことをですね、メインのビジネスに据えております。このカルテというものが、御社の最大の戦略であり最大の商品であるということになります。はい、これからじっくりそのお話を伺ってまいりたいと思いますが、はい、まずこれ写真にございますが、本社は銀座ね、そうですね、はいはい、銀座6、銀座6、はいはい、とてもスタイリッシュな会社オフィス風景でございます。はい、その事業内容、事業概要につきましてですが、もう少し詳しく深くお話しいただけますでしょうか。はい、はい、少し今スライドを表示いたしましたが、例えばネットショッピングのサイトなんかをですね、イメージしていただけると分かりやすいと思うんですけども、これまでの、EC サイト、ネットショッピングのサイト等でのですね、こうデジタルマーケティングって、サイトに来た誰が来ているかどうかは分からないんだけども、例えば昨日100人来た、1000人来た、そのうちですね、何人が購入したかとか、そういった数字の把握というのはできていたわけです。ただ誰が来てですね、どのような目的でそのサービスの上を行動し、結果的に購入に至ったのか、離脱、要はサイトを閉じてしまったのか、そういった一単位の行動まではなかなか伺い知ることができなかったと。それを我々のリアルタイムな解析エンジンをベースにしたプロダクトを持ってですね、この人はしっかりと商品を今探して見ている、購入のモチベーションが少し上がってきたなとか、この人はなかなかその欲しい商品目的にたどり着けずにちょっとうろうろしてしまっているなとか、そういったことを自動的に把握をしながら、適切なアシストや提案をですね、サイトの上でもしくはアプリの上で行っていく、そういうようなサービスになっています。このカルテ、こちらには CX プラットフォームとございますが、はい、CX これ調べましたらコンシューマーエクスペリエンス、はい、顧客の体験を最適化するというか、そうですね、はい、快適にするという、はい、そういうものなんですね。はい、分かりました。そして事業モデルとしてはどういう形をご提案されているんですか。はい、ビジネスモデルですね、我々こうウェブサイトもしくはスマートフォンのアプリ等を事業として展開されている企業様に対して、クラウドのソフトウェアを提供している会社です。でそこのサービス上に月間でですね、どれくらいのユーザーがアクセスしているのか、その人数によってプライステーブルを置いています。なので比較的小さな企業様サービスであれば低単価に、非常に大きなサービスを抱えていらっしゃる、もしくはたくさんのサービスを抱えていらっしゃる企業様であれば、その分ですね、高単価になっていく、そういうアクセスしてくるユーザーの人数に応じた課金体系というようなビジネスモデルで、これ月額でお支払いいただき、それを1年の契約を基準にしてですね、サービスをご提供していますね。なるほど。はい、もう早速御社の次の、テーマ、業績というものになります。はい、急成長を遂げてられますね。はい、そうですね、直近の2020年9月期ですね、この時の月次の収益をベースにしたこの ARR、アニュアルリカーリングレベニュー、この定常的に我々が得られる収益ですが、そこが大体44億円程度ということになっています。今契約の件数自体はですね、700件を超えてきて、1契約あたりは50万円月額超えてきているということです。でここまでですね、数年間しっかりとかつ高成長を維持してきています。すでに会社予想として開示している通りですね、今期に関してもしっかりと事業進捗させていきたいなというふうに思っています。これその3年前が売上15億円、
で今3年経って今期が売上52億円、まあ、3倍に伸びてきているという状況ですが、私のような素人が判断しても大変な激戦区ですよね、うん、この CX 分野というのは。御社のこの強みというところはどういう点になっていくんでしょうか。そうですね、今、まあ、いわゆるそのインターネットの事業者様をですね支援する企業、まあ、我々のような企業ですね、これまで多かったテクノロジー、まあ、プロダクトというのはそのサービスにですね、まあ、もう一度このスライドを表示しますが、そのウェブサイトやアプリにですね人をどうやって連れてくるのか、お客様はどうやってお連れするのかという、ここをですね最大化したり効率化する、例えば広告やメールマーケティング、皆様もあのメールを受け取られたこと、企業からサービスからですねあられると思うんですが、まあ、そういったところをですねより効率的に、効果を最大化していく、まあ、ここのサービスが非常に多かったんですね。ただ世の中でインターネットを経由して提供されるサービスの総数というのはもう莫大な膨大なものになってきているし、今やその海外のサービスですら気軽に活用できるようになってますよね。ですなわちですねユーザーがタッチポイント、まあ接点を持てるサービスの総数が増えてしまっているので、単純にユーザーを集める活動だけではなくて、接点があった時にいかにそのユーザーにとってその人にとって良い体験として提供できるかどうか、これによって持続的に関係性を結べるかどうかというのが非常に問われる時代になってきています。まあ、ですので我々としてはですね、まあ、そういった集めることではなくてユーザー一人一人を理解し、目的を理解し、状態を理解し、ちゃんと伝えると、人それぞれにですねメッセージを伝えていくと、まあ、そこに重きを置いたプロダクトになっておりますので、まあ、カスタマーエクスペリエンスという観点においてですね、伝えるということにフォーカスした企業、なかなか世界的に見てもまだ少ないというところもありますから、まあ、そこがオリジナリティになって競争力を有しているというふうに考えています。そこが少ないんですね。この快適に伝えるという部分がないということなんですね。わかりました。これ今日ご用意いただいた資料に こちらで、はい、まさにこれ特徴がこの3つに集約されるということになりますか。はい、はい、そうですね、3つ記載していまして、1つはまあ顧客一人一人を可視化していくと。これまではですね、誰が来て今サービス上でどうしているのか、企業はほぼ伺い知ることなくですねサイト上でいろいろなコンテンツを提供していくという活動をしていました。まあ、ここをですね、データをこう数値としてある意味蓄積していくわけ、のではなくてですね、一人一人のユーザーのデータベースとして、どのような行動振る舞いをしたのかというのをデータとして蓄積していきます。まあ、ですので、単純に100人来たという話だけではなくて、その100人が誰でどういうような行動体験をサービス上でしたのかということがデータベースに全て蓄積されていくんですね。それが我々が言う、顧客一人一人を可視化していくという部分で、もう一つはですね、サービスたくさん増えてきましたとお話しました。ウェブサイトもあればアプリもある。でこれ何を意味するかというと、自分たちの、まあ、企業様のサービス上にですね一人のユーザーが滞在する時間がどんどん短くなっていってるわけです。たくさんのサービスを使うし、例えば Facebook や Twitter なんかで情報との接点もすごく分散的になってますよね。ですので来たと思ったらすぐ帰っちゃうんです。スマートフォンも普及してますから。まあ、ですのでデータをリアルタイムに解析してですね、リアルタイムにその人を理解した上で何かメッセージを届けないと膨大な機会損失がここで生まれてくると。ですのでリアルタイムな環境で、もう一つはさまざまなコミュニケーション手段を用意しています。例えばポップアップで何かしらその人だけにメッセージが出るということもありますし、すごく迷っちゃってるよということであればですね、自動的なポップアップメッセージだけではなくてチャット等でですねオペレーターの方がサポートすることもあります。まあ、そういったですねさまざまな働きかける手段というのをご用意していて、まあ、それをワンストップでですねご提供している、まあ、そういったこの3つの特徴を持つプロダクトになってますね。なるほど。このあたりも含めて、まあ、激戦ですがよそにはない、まあ、戦略を組みながら今後の事業展開はどのように考えていらっしゃいますか。そうですね、まだCX という切り口がですね、まあ、日本においても、まあ、グローバル、まあ、世界においてもですねまだまだ新しい考え方、次やらなければならないというカテゴリーのものになります。まあ、ですので我々としてはですねまず、まあ、昨今こう DX というような言葉もですね世の中に非常に出ていますが、このデジタルを活用する、そして顧客体験を良くする、ここのパイロットケースになるようなですね企業様での活用というのを
とにかくたくさん作っていく必要があるなと思ってます、まあ、ですのでまずこのプロダクトをしっかりと企業様に届けて、その上で企業様がありたいその企業としての表現、サービスとしての表現をですねしっかりと実現していくこと、まずはここにフォーカスをしながらしっかりとですね、業績を成長させていきたいなというふうに思ってます。まさに本当にインターネットの上にはもうすべて存在してますが、なんか世の中は合理的になりすぎているというところに対して違うものを提供しようというふうに考えていらっしゃるんですか？そうですね、いわゆる合理的なもの、もしくは利便性と言ってもいいかもしれませんが、便利なものってすぐ人って慣れてしまうと思うんですね。すなわち持続性がなかなかない、働く側もですね、体験を受け取る側も人が介在してある意味で読めない非効率で非合理的なものだけども、そこに豊かさがある、まあ、そういったインターネット空間というのをですね、我々は一つ支えていきたいなというふうに思っていますので、こういった人と人との情報価値のやり取りというですね、まあ、ある意味でフィジカルの世界のリアルの世界のいい部分を、まあ、インターネット上にもですねしっかりと普及させていきたいなと思っています。いやーすごいなと、すごいなとしか私は思わないですが分かりました。まだまだ私は自身研究してみたいと思います、それではカメラの向こう側にいらっしゃいますこの視聴者の皆様に倉橋社長からぜひメッセージをお願いいたします。はい、本日、上場という、非常に重要な事業としてのイベントもですね、迎えることができました、ここまで支えていただいた企業様、お客様含めてですね、皆さんのおかげだというふうに非常に思っております。ただですね、我々まだスタートラインに立ったところだという意識を非常に強く持っています、ですので、ここからですね、これまで同様に誠実に粛々とですね、プロダクト開発に勤しんでですね、社会のために貢献できる企業になってまいりたいと思いますので、ぜひとも応援いただければというふうに思っております。本日東証マザーズで新規上場されました証券コード4165株式会社プレイドの代表取締役 CEO 倉橋健太さんにお話を伺いました。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。